サンデーフォークオフィシャルサイトをご覧の皆さん、どうも、蒼井翔太です。この度、私、蒼井翔太はですね、12月25日から約3年ぶりとなるライブツアー、蒼井翔太ライブ2021-2022ワンダーラボコアの開催が決定しました。今回はですね、全国5都市を巡るツアーとなっております。今回、ライブタイトルにはですね、コアという、タイトルがついております。このコアにはですね、その物事のね、核心っていうそのままの意味ももちろんなんですけど、ちょっと漢字は違いますが、革命の核に新しいと書いても新しいものをまた見せるという核心、そして今までこう応援していただいている皆様、そしてライブに来たことがある皆様と一緒に過ごした時間、絆っていうのをまた改めて革新、強いものの革新に変えてっていう意味も込められております。なので結構今回もすごい強いメッセージを込めて作り上げているライブなので、この機会にですね、また僕初めての方でもですね、蒼井翔太のライブどんなもんなんだろうともう興味を持ってくれたそこのあなたもですね、ぜひ楽しい時間過ごせること間違いなしだと思いますので、ぜひ、ライブツアー気になったらチェックしてですね、遊びに来ていただきたいなというふうに思っております。変わらず変わるをモットーにやっております蒼井翔太のパフォーマンス、ぜひ楽しみにしててください。さあ、今回愛知はですね、2022年の1月16日の日曜日になります。日本特殊陶業市民会館フォレストホールにて公演を行います。いやもう本当に愛知にもですね、何度も何度もお世話になってるんですよ。歌番組も出させていただいたりとか、もう本当に大昔にラジオやらせていただいたりとか、もうまあ実家というか地元もまあ近いことでもありますしね、とてもお世話になっている、場所なので、そこの皆さんともですね、楽しい時間過ごせたらと思っております。楽しみに待っていてくださいね。遊びに来てください。待ってます。